こんにちは、トイラボです。今回は2024年4月に発売したトミカタウン消防署とバス停について開封していきたいと思います。トミカタウン消防署消防室付き。トミカタウンの形は以前発売したガストやスシローと同じ形になりますね。こんな感じで消防士の人形がついています。説明によると消防署は3種類の形態で遊べるようです。1つ目は出張所、2つ目は足を伸ばして、畳んでいた部分を開いてワイド消防署、3つ目は開いた部分を閉じて消防ビル。消防署の中の様子がシールで再現されていていいですね。角の部分に引き上げ救助訓練用降下板がついています。片付け方は閉じた部分を開いて、階段をしまって足を下げる、あとは地面部分を巻くような感じで閉じていけば片付け完了。トミカタウンバス停乗客付き。こちらは以前に発売したバス停と形は同じです。今回は乗客の人形がついています。今回はバス停部分がクリアブルーのパーツになっていますね。シールも変更されていて、こちらのバス停はガソリンスタンド前になっています。内側には路線図もありますね。外側は第3土曜日はトミカの日と書かれたポスターでしょうか。反対側のバス停はタカラトミーチャンネルになっていますね。外側部分はトミカ博のポスターになっています。かなり細かく再現されているので見応えがありますね。片付けるときはバス停を畳んで道路を畳めば完了です。いかがだったでしょうか。いろいろ出して街を作ってみました。意外と消防署はいい感じですね。人形が増えてきたことにより街っぽさも増してきている気がします。バス停を入れて組むとバス停部分が出っ張ってしまうので、標識とか街路樹がついている歩道パーツとか出してくれるといいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。